長期議会、長期議会、長期議会、英語、ロングパーラメントは、スコットランドの反乱に敗れたイングランド王権、スコットランド王チャールズ一世が、賠償金を捻出するため1640年11月3日に、召集した会である。ここで、議会派と王党派が対立し心境と革命、イングランド内戦を招いた。 オリバー・クロムウェルにより1653年4月20日に解散、短期議会との対比から呼ばれた。また、長老派をプライドのパージで追放したが議席を独占した1648年12月6日以降、すなわちイングランド共和国体制下での状態を残部議会もしくはランプ議会と呼ぶ。共和国末期の1660年2月21日に、 長老派が復帰したことで、もう1629日に、解散した。1 6年、チャールズ1世は国王体験を盾に権利の請願を事実上廃止し抗議する議会を解散。以後チャールズ1世は11年間申請を行うこととなる先制の11年。1639年に宗教政策の反発から、 スコットランド国民名約、名約派とチャールズ一世との間に第一次主教、戦争が起こる。結果として両軍は戦うことなく、ベリック条約では僕したが、その後も対立は続いたために、再び戦争に至ることが予期されていた。当時のイングランドは深刻な財政問題に悩まされていたが、そもそも国王と議会の対立の一因でもあった。 第一次の戦費と合わせ財政問題は限界に達しており、1640年4月、チャールズ一世は来る戦争の予算を得るために申請を取りやめ、議会を召集した。しかし、国王と議会の対立は、より深刻なものとなっており、わずか3週間で解散したため、これを短期議会と呼ぶ。その後、同年8月に、第二次主教戦争が起こるが、 戦費が底をついた、国王軍は貨幣に過ぎず敗北した。結果、リポン条約で、スコットランド駐留軍に持費、事実上の賠償金などが課せられ、財政悪化に拍車をかけた。そこで、チャールズ一世は予算を得るため11月3日に、再び議会を召集した。この議会は1653年4月20日に、 クロムウェルによる武力解散まで続いたので長期議会と呼ばれる。イングランドとウェールズから選出された約500名からなる庶民委員議員を中心としたものだった。庶民委員には指導者として、ジョン・ピム、ジョン・ハムデンなど、反国王派として先制を非難し続け、有力議員がおり、ヘンリー・ベンとオリバー・シンジョンなども加わり、クロムウェルも彼らの下に入ったが、まだ政治家として、 未熟な平議員に過ぎなかった。長期議会は、チャールズ一世の意向とは裏腹に、11月に、開会されるや、様々な改革を断行した。11月から12月にかけて、先制政治の支柱とも言うべき、ストラフォード博とマス・ウェントワーストン・タベリー大主教、ウィリアム・ロードを逮捕し、ストラフォード博を、翌1641年5月に、 労働1645年1月に処刑した。続いて、先制政治を阻止し、絶対王政の統治機構を打破する処方を制定した。1641年2月、この後少なくとも3年に1回は議会を召集すべきことが定められ、同年6月には議会の同意を得ない課税は禁止された。さらに、7月には弾圧期間とみなされていた。 性質庁及び高等州務官裁判所が廃され、8月には、船舶法の不法制もまた宣言された。これらはいずれも、ほぼ満場一致で可決された。しかし、秋あたりから、イングランド国境会体制、監督制の開廃をめぐって、議会内部には分裂の兆候が見られた。前年12月に、ロンドン市民が議会へ提出した1万5000人の、署名請願。 また、は、猫そぎ聖願をきっかけに論争が起こり、1641年2月の審議で、エドワード・ハイド、フォークランド死者クルーシャス・ケアリーら恩憲派と急審派が、賛成、反対に分かれたのである。正願をもとに作成された根絶法案は、ベインとクロムウェルら急審派に支持されたが10月に否決、議会両派の対立は広がり始めた。チャールズ一世が議員感をばらまく、 海中工作も行われる中、10月にアイルランドで反乱が起こり現地イングランド人が体制殺害されたという知らせを聞いた議会はパニックになり、騒乱に乗じてピムに引きられた議会内のグループは国王や労働派の悪性を害する議会の大感想、大抗議文を作成し、11月22日に議会を通過したもののわずか11票差という際どいものであり、 議会の分裂はもはや必死の状態となった。また12月に提出された代行議文をチャールズ一世は、却下国王と議会の対立も継続された。王党派と議会派は激しく対立し、11月の代行議文での決裂をもってイングランド内戦が始まることとなる、新京都革命。議会分裂を後期と見た、チャールズ一世は1642年1月。 ピムやハムデンら急進派後議員を逮捕しようとして議会に乗り込んだが失敗しロンドンを離れて北方で戦闘準備を開始した議会側はこれに対し民兵条例を採択して同年2月に軍事権を握り6月には議会主権を主張する19箇条提案をチャールズ一世に提案した拒否したチャールズ一世は8月にノッティンガムで挙兵しここに 国王派と議会派の間にが勃発した。内戦当初は、歴戦の兵を招集できた王党派と対照的に素人の民兵隊中心の議会派は、気色が悪く、エッジヒルの戦い、アドールトンムーアの戦いで敗れ、一時は国王軍がロンドンを伺う,う情勢にまで追い詰められた。しかし1643年になると、 東部連合で敵機体を率いるクロムウェルがイングランド東部を確保しつつ応答派を撃退し続け先行を重ねて対等し始めた。また9月に議会派と名役派がウェストミンスター会議で厳粛な同盟と契約を結びスコットランドからの援軍派遣を取り付けると徐々に議会派が盛り返し1644年のマーストン・ムーアの戦いで連合軍は国王軍に勝利 イングランド北部を確保した。それでも、まだ議会軍は弱体だったが、1645年にが創設され、事態条例で軍の人事も刷新され、議会軍は強された。そしてネイズビーの戦いで対将を飾り形成は、逆転。翌1646年6月に、王党派の最後の拠点オックスフォードを落とし、第一次内戦は、議会派勝利で幕を閉じた。しかし、 内戦の終盤では、議会派内部でも対立が生じた。王党派との和解を目指した、長老派は独立派と対立し、ニューモデル軍でも独立派との対立が生じ、戦争は複雑に展開し、今後の方針は決まらなかった。議会派に軟禁されていた、チャールズ一世はこの月2647年11月に、脱走、ワイト島から同盟の条件をめぐって、 議会派と決裂していた、名役派と赤い系を国費に結び、名役派が国王救出を図り1648年にイングランドへなんか、王党派もイングランド各地で高応したためが勃発した。第二次内戦は八月のプレストンの戦いで、クロムウェルがスコットランド軍に勝利、ニューモデル軍の活躍で、再び議会派が勝利したが、長老派と独立派の対立は収まらず、 同年12月6日に独立派と手を組んだニューモデル軍は軍事クーデターによって長老派を議会から締め出したプライドのパージ。これによって議席は独立派に独占され、以後は残部議員会、ランプ議会と呼ばれるようになる。1649年1月、ランプ議会によってチャールズ一世は処刑され、イングランド共和国が成立する。 共和国は周囲を敵に回す苦境に立たされながら、平等派を排除し、アイルランド・スコットランドとの層、クロムウェルのアイルランド侵略を、クロムウェルの活躍で勝ち抜いたが、戦後は、財政問題から議会と軍の対立が明確となり、1653年4月20日に、クロムウェルは軍隊を率いて、議員たちを、議から締め出して、長期議会、ランプ議会を、武力解散し、 13年続いた議会は終焉を迎えた。その後、長期議会の議員たちは解散権は議会が保有するものとして解散の不当性を訴え続け、自分たちが唯一の正当な政府であることを主張し続けた。一方でクロムウェルは同年7月に自身の意を組んだベアボーンズ議会、聖者議会を開会している。 12月にベアボーンズ議会も解散させご国境となったクロムウェルだったが1658年に死亡。息子のリチャード・クロムウェルは軍の圧力で第三議会を解散。翌1659年5月に軍は共和派の結託でランプ議会を復活させ、両派に対し無力なリチャードが退任すると軍と議会の対立が再燃。 王政復古の機運が高まると、ジョージマンクにより1660年2月21日、長老派議員が復帰、長期議会が再開された。この議会は、王政復古が整うまでの準備段階に過ぎず、1ヶ月にもならない3月16日に解散され短い会期を終えた。4月25日に王党派を加えたが、開会5月にチャールズ2世が、 亡命先の大陸からイングランドに帰還し、王政復興は成就した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。